大正遺跡は、北海道帯広市大正町にある、縄文時代早々期の遺跡群である。帯広市街地から南に、約15キロメートルの地点、市東部を流れる、東別川の左岸にある。標高97メートルの段急園に、大正1から8遺跡が点在し、これらの遺跡群を、大正遺跡と総称する。2002年から2004年にかけての道路工事に伴い、 発掘調査が進められた。中でも2003年に発掘調査が行われた大正3遺跡では、北海道最古となる1万4000年前のものと推定される土器が発見された。遺跡の出土品は、帯広市内の帯広100年記念館に収蔵の上公開されている。2003年秋の発掘調査で、遺跡の北側から公園部に高支隊が巡らされ、 その下に、爪型文や、一つ文、ヘラ状の押し引き文などの文様が付された尖り底の、得意な土器片が数百点出土した。石器は、この葉型の小型の槍先、半月型石器、彫刻刀剣石器など五千点以上も出土した。これらは、今まで道内で発見されていなかった、縄文時代創創期の遺物で、北海道最古の土器文化である。また、 発掘研究チームが土器に付着した焦げかすを分析したところ海産物成分が見つかった。炭素の年代測定値では14000から14500年前のもので二滝に使った土器では世界最古のものであることが分かった。海産物成分は川を遡った酒ス類の可能性が高いと言われている。ありがとうございます。